乗った。よし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 。トロトロ。近づいたら教えて、すくうから。この城。シーバス。もうちょい。もう。あ、でも、結構そば来てる。こっち側に入る。でかいぞ。でかいぞ。はい、でかいぞ。でかいぞ。はい、でかいぞ。慎重に行こう。ドラグで走らして。時間かけてこう。いいサイズだよ。はい、でかい。ルアは？ルアはモアさんのペンシルです。おお、いいね。はい、おめでとうさ。7号か。7号ですね。でもおめでとう。ありがとうございます。7号ですよ。いいルアだね、モアさんか。はい、こんなサイズのね、この城を食ってる。だからジョインテッドクローとかダーズスイマーが入れ食いになっちゃうってわけなんですね。はい、この城のすれがかりです。この城か。そのさ、すれがかりしたの流したらさ、なんか釣れる。ああ。シーバスか？ね、あ、食った。この城を泳がせ。成功。でかいかもよ。もう寄ってこねえぞ。ルオ、あ、サワラだサワラ、サワラだサワラだサワラだ。いやー、あー、やばい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 。すいません。いや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 。すいません。すいません津田君。なんかタモがグリーンじゃなった。この城に食ったのかねそれ。うん。いるはいるんだね。ねえ、曲がり的に。おはようございます。おはようございます。いやー、ちょっとね、よう釣ってるなと思ってタックルをちょっと教えてもらいたいんですけども、これ何ですか？これはトラディアの超コンパクトロッドです、うん、あ、振り出し竿だねこれね。振り出しですね。これ結構釣り具屋さんで安く買えるやつじゃないの？リールとロッドケースがついて7000円、8000円前後で、8年くらい前に買ったと思います。俺なんか今日もうね、何倍もする道具使ってて丸坊主ですからね。ちょっとじゃあ畳むとどんぐらいコンパクトになるのか見せてもらってもいいですか？はい。あ、ダイワ好きってことで TD ペンシなんですけどね。いや、いつもさ、船長これでなんかいい魚釣ってんなと思って。はい、くるくる。懐かしい、なんかでかいの釣れましたね、くるくるで。えい、66、7。いや、ほんといわゆる振り出しだね。もうこれぐらいですね。超コンパクトです。今日なんかこれね、だって7号をね釣ってたわけだし、ちょっと見せてもらっていいですか？はあ、トラギア。結果なんか竿の曲がりがすごい良くて、全然ね、魚ゴンゴンに寄ってきてね。そうですね。はあ、これにあのモアザンの新編というか、フローティングなのかな、あれは。フローティングのモアザンのインクペンシルですね、うん。まあ、これでスダズタックルだと、これか。投げつかれてますね。
うわー、よう投げてるね。これできたんだね。へー、すごいよく飛んでましたね。まだシーズン的には釣れるチャンスあるかと思うんで、引き続きね、チャンスがあったらよろしくお願いします。はい。